こんにちは、体幹トレーナーの小場克己です。今回は体幹を安定させるトレーニングのメニューになります。体幹を安定させるということはですね、まずは基本は姿勢です。で、姿勢を安定させるということは、今度は筋肉のコルセット、いわゆる腰痛を持っている方はやっぱり筋肉のコルセットがないと常に腰に痛みを感じやすくなります。で、腰に痛みを感じるということは、今度はスポーツにおいてですね、怪我をしやすくなりますので、まずは安定させること、そこは骨盤をしっかり整えるということと、インナーとアウターで筋肉のコルセットを作り上げることがすごく大事になります。それでは皆さん一緒に頑張っていきましょう。レッツコバトレ。体幹を安定させるメニューになります。まずスローバックブリッジですね。はい、やり方です。これは腰痛の改善のメニューにもなりますし、姿勢を整えるメニューになります。なので、やり方はですね、骨盤を息をふーっと吐きながら、上げていくんですが、あんまり上げすぎない、あとは、下に落ちないっていうところを意識して、膝から肩一直線にしてください。じゃあいいですか。で、3秒で息を吐きながら、はい、上に上げていって、で、3秒でゆっくり下ろしていきます。これを5回繰り返します。じゃあやってみましょう。いきます。はい、1、2、3、1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、4、2、3、5、2、3、5、2、3、続きましてクイック片足バックブリッジを行います。やり方です。この姿勢から瞬間的に片足を上げるのと同時に骨盤を上げます。で、そこで5秒キープします。で、1回下ろしますけれども、ハムストのですね、この足がつりそうな場合は無理をしないで、ちょっと足をですね、かかとをお尻の方にくっつけます。くっつけた状態でやるとそこまで負担はかからないので、最初はちょっとかかとをお尻にくっつけた寄りでやってみてください。はい、じゃあやってみましょう。いただきます。よーい、はい、1、2、3、4、5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 、はい、逆いきます。はい、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、4、はい、1、2、3、4、5、はい、1、2、3、4、5、はい、続きましてスローサイドブリッジを行います。真横にですね、寝ていただいて、肩の下に肘を置きます。で、そして肩が中に入らないようにしっかりと胸を張ってください。で、上から見た時に足と頭一直線にして、で、この状態から息をふーっと吐きながら3秒で上げて、で、3秒で下ろしていきます。これも腰痛予防、ウエストの引き締めに効果的です。じゃあやってみましょう。はい、よーい、はい、1、2、3、下ろして、1、2、3、はい、2、2、3、はい、2、2、3、はい、3、2、3、はい、3、2、3、はい、4、2、3、はい、4、2、3、はい、5、2、3、はい、5、2、3、
せーの、1、2、3、1、2、3、2、2、3、2、2、3、3、2、3、3、4、2、3、4、2、3、5、2、3、5、2、3。はい、続きましてフロントブリッジを行います。やり方です。肩の下に肘ですね。で、足は骨盤の幅に合わせてつま先を立てます。で、ちょっとここ注意してもらいたいのが、これ骨盤を上げますが腰がこう反ってる人がいますね。今自分がこういうふうに骨盤のところに手を置いてますが、これ隙間がありますよね。これ腰痛の原因です。で、必ず腹圧をかきます。腹圧をかけると隙間がなくなるので、これをしっかり意識してください。で、やり方としては腹圧をかけながら息をふーっと、はい、かけながら、はい、これができたら10秒間キープします。はい、じゃあやってみましょう。じゃあよーい、はい、上げて、はい、キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1回落として、はい、2回目、はい、スタート、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、下ろして、はい、ラスト、はい、スタート、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、 OK です。はい、続いてのメニューです。バックキックになります。まずこのような姿勢をとってもらって、片足を伸ばします。で、片足は膝をついてつま先を立てます。で、この時に腹圧をしっかりかけておいてくださいね。足を上げたり上げすぎたりすると腰を反って腰痛になりますので、はい、ちょっと1回膝をついてもらっていいですか。まずここの体勢がすごい大事ですので、この姿勢から、はい、足を伸ばして腹圧をかけながら、はい、これで10秒間キープします。これを左右行います。はい、下ろしてください。はい、やってみましょう。はい、よーい、はい、上げて、はい、キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、下ろして、この逆足伸ばして、はい、キープ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、下ろして、はい、2セット目、はい、上げて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、上げて、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ラスト、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、ラスト、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK。 横から見た時も足、頭一直線にしてください。姿勢筋を作ります。で、骨盤が下がりますので、で、必ずこのお尻と同じ高さに合わせてください。前に進んだ時のそこからのターンですね、そういう時につながるトレーニングになります。